11月11日に発売のスカイリムアニバーサリーエディション。これ、モッドに関しては問題ないと思ってたんですが、大変なことになってますね。アニバーサリーエディションは、基本的には、SE と同じプログラムで動いてて、プラス要素がいろいろあるよ、って理解をしていたんですが、少し違いました。確かに、プログラムのソースコードに変更はなさそうですが、コンパイラをビジュアルスタジオ2015からビジュアルスタジオ2019に変更したらしいです。これによって、スカイリム SE は、同じソースコードではあるものの、バイナリは別物になってしまいます。まあ、やばそうですよね。問題は2つ。一つは、スカイリムのプログラムを直接あれこれする類のモッドは、ほぼ全滅。二つは、これがアップデートで配信されるので、Steam が勝手に自動更新してしまう可能性があること。これ、一つずつ、ちゃんと説明しましょうか。まず、スカイリムのプログラムを直接あれこれする類のモッドは、ほぼ全滅な件。どのモッドがダメなんだ？って、一つずつ、説明するのは難しいんですが、まあ少なくありません。SKSE、SkyUI、あのレベルのモッドは、ほぼダメです。で、古いモッドで、今はもうメンテナンスされていないノラモッド。たくさんありますよね。そういったモッドの中にも、必須モッドは、たくさんありますし。これは困りましたよ。これ、SKSE の開発者さんがコメントしてたんですが、俺は数日頑張ればなんとかなりそう。しかし他のモッド制作者が対応するのか？少なくとも結構な空白期間ができるんじゃね？だそうです。この方は軽く説明していましたが、結構な工数がかかりそうな雰囲気でした。厳しいですね。次に二つ目。SE 所有者にアップデートで配信されるので、Steam が勝手に自動更新してしまうこと。これは問題ですよ。SE からアップグレードしないって選択肢もあるわけですが、勝手に更新されてしまう可能性がありますから。そうなったら、多くのドバキンと、じゃあソルンガルで出会おうぜ。ってことになってしまいます。一応、これの回避方法はあるので、後ほど説明しますが、勝手にアニバーサリーエディションに更新されてしまう人、多そうです。今後モッドを取り巻く環境がどうなるのか、これは本当にわかりません。アニバーサリーエディションに主軸が変わるのか、両バージョンが並行するのか。どうなんでしょうね。何にしても、しばらく SE を維持して様子を見た方がいいんじゃないでしょうか。私としては、SE との差分のファイルを抜き出して、SE にコピー、それでアニバーサリーエディション相当になればと思っているんですが、さて、そんなお気軽な話で済むのかどうか、未だわかりません。とりあえず、自動アップデートの回避はしておきましょう。Steam のライブラリから自動設定を切ることができます。このゲームを起動した時しか更新しないにしておきます。そして、スカイリムを起動するときは必ず SKSE ローダーから起動します。それから、SKSE の開発者さんはバックアップも取っておけと言ってますね。必要なファイルはこれだけ。ささっとやっておきましょう。今ね。朝から多発したトラブルを、やっと全部片付けて塗ったりしてるんですけど、ここ、ヘイムスカーがうるさいんですよ。あのタロス像、アズラ様に置き換えるモッドでも作ってやりましょうか。ヘイムスカーって、イベントありませんよね。消すなり近場所に移動させるなりしても大丈夫ですよね。うん。じゃあ、ヘイムスカーをしばいて、ドラゴン狩りにでも行ってきます。